お電話ありがとうございます。こちらはキテレツ相談ダイヤルです。はい、かしこまりました。おばあちゃん家の市松人形、少しずつ髪が伸びてる気がする。呪いの人形だったらどうしよう。誰かに相談できないかな。そんな時はキテレツ相談ダイヤルにお電話ください。どんな超常現象、怪奇現象、心霊現象もパパッと解決。あなたのお悩みが怪異の仕業かそうでないか相談員が判定します。ああ、なるほど、そういうことだったのか。ありがとう相談員さん。怪異かもと思ったらキテレツ相談ダイヤル。電話番号は0120。はい、それではね、一週間経って、とりあえず一週終わったところですね。で、今回は配信じゃなくて収録でやっていきたいと思います。もしもし、会議のことで相談したいんですけど、いいですか？あ、ちゃんと残ってるね。はい。あなたの名前は、徳光。いたね、徳光さんね。あ、花子さん。これ前やったじゃん。確か、前の時はでも、会じゃなかったんだよね。あれでどうなってんだっけ。トイレの花子さん。あるじゃん。あ、かぶったりもすんのかな。儀式は。はい。え？ちょっと待って。こうしたドアは3階なくちゃ呪文を唱えると中からはーいと返事が来るんです。唱える呪文はこうです。花子さん遊びましょう。あれ？そうじゃなくない？なんか全然違う気がするけど。トイレの花子さん。
子さん遊びましょうとなると、はーいという声が返ってくる。場所だ、場所。これが違ったんだよね。あ、今回は合ってるぞ。前回言った時ね、2番目の個室って言ってたよね。うん。これ、今のところ合ってる。特徴。少女の姿をしている。で、髪型はおかっぱ。服装は赤いスリースカートに白いブラウス。ちびまる子ちゃんスタイルですね。この会話、返事をした後にトイレのドアを開けて何して遊ぶと言います。これに対しておままごととか遊びの名前を答えてしまうとそれになぞらえて殺されてしまう。返事をしなくても殺されるんですけど、助かる方法もあるみたいです。前試した友達が言うには、この会が苦手とされている牛乳を見せつけたら助かったらしいです。牛乳が苦手。一定の回数ごめんなさいと謝る。牛乳を見せる。これは合ってるな。うん。これは、会ですね。おそらく。なるほど。お姉さんの言う通り。この会を呼び出す方法は本物みたいです。試す前に電話してよかった。これからどうしたらいいですか？会を調査してくれるんですね。いや、70にもなってね、学校に忍び込んでトイレで、そんなことしないようにしてくださいね。あら、やったじゃない、その調子よ。今日みたいに会の名前がかかっている相談は美佐子ちゃんの担当にするわ。じゃんじゃん電話回すわね。もしもし、会員の相談をお願いします。H ミーいたね、この子もね。女子高生赤いちゃんちゃん子。これもあれかな、会員と相談者って紐づいてるのか。そこはランダムじゃないんだね。赤い、ちゃんちゃんぽ。場所は道。あ、もう違うね、この時点でね。はい。はいじゃないですか。場所。姉さんの言う通り、この会員は偽物みたいですね。はい。はい。あなたは？あ、大沢さんね。これもなんか結構かぶるな。場所は夢の中。そうですね、特徴特にない。あれ？そうか。怒ること。夢を見ただけなら怪異だなんて思いませんでした。でも、数年が経って夢のことを忘れたついこの間、またあの夢を見てしまったんです。あれ、前回これ野球少年とかじゃなかったっけ？坊主頭の。じゃあやっぱ紐ついてるわけじゃないのか。ほな、違うか。だから70代なのに小学校だとかそういうなんか変な感じになっちゃうのかな。うん、最後ですよというね、暗い声。嘘。
薄暗くて誰もいない無人駅にいました。そこに車両がやってくるんですけど、普通の車両じゃなかったんです。遊園地のアトラクションにお猿の電車ってあるじゃないですか。車両が座席になってるあれです。5車両だったので5人が乗れる仕様でした。すでに何人か座っていたので、俺は前から3番目の空席に座ったんです。池作り、あれ、ひき肉えぐり出しじゃないの。あ、ひき肉2回言ってるよね。ああ、じゃあここはおかしいね。夢の内容がおかしい。これですね。はい、じゃない。夢の内容がおかしい。そうか。お姉さんの言う通り、この回は偽物みたいですね。もうこの夢を見ても怖くない。いや、怖いだろ。よし、ガンガンやっていきましょう。あら、気合入ってるわね。次の電話回すわよ。なんか2個お茶の間ショッピングみたいな、なんか、着信音だね。S 沼さん。私は男で40代。2階エレベーター。はいはいはい。2階エレベーター、前の時はね、エスカレーターに乗ってとか言ってね、速攻、それはね、階じゃないっていう話になったんだよね。はい。どこで？10階以上の建物でエレベーターに乗って行います。儀式の手順。まず426215の順に移動します。最後の階に着いた時、若い女性が乗っていたら1階を目指します。すると1階には降りられずに10階へ上がってきます。到着すると異世界につながっている。うん、調べてみましょう。2階エレベーター、一人でエレベーター設置されて10階以上の建物へ行き、エレベーターになる。426215の順に移動する。5階について若い女性が乗ってきたら1階のボタンを押す。エレベーターは1階に降りず10階と上がって軌道が開くと1階に繋がっている。5階に着く前に誰かが乗ってきた場合は儀式が失敗。合ってるな。時間は決まってない。そうだな、それぐらいだよね。エレベーターだって言ってるしね。よし、正解だ。いやー、1週間もね、仕事をし続けてきましたからね。今回は、だいぶいい感じじゃないですか？やっぱ慣れってあるんだね、どんな仕事でもね。さあ、聞いたことない、会をお願いしたい。めぐみちゃん。あ、20代、小学生かと思った。ひじまさん、これも聞いたことあるな。ひじまさん。
自分を引き殺した犯人を探すために話を聞いた人の元に現れる。話の通りに行動する回です。対処法も語られているのでその通りにすれば助かると思います。木島さんの見た目は男性の姿、体は両手両足が欠損していて全身が包帯に覆われている。そうですね。対処方法について聞きたいな。犯人を探してくれと頼みました。5年が経過している。亡くなったはずの人物の霊が現れて、俺を殺したんはお前やろ。慌てて否定すると霊は姿を消してしまったそうです。そんだけなんだよな。両手両足が欠損してる。包帯に、追われている。ターゲットは話を聞いた人。まあこれは怪ですね。なんで何が違ったんやろう。すみません、信子さん。はい、2日目ですね。今日もよろしくね。今日名前がわからない会の相談ですね。さあ行ってみましょう。もしもし、異界のことで相談したいんですけど、怪異のことで。温泉。見たら死ぬと言われている恐ろしい怪異です。最近近所に出るっていう噂があって夜も眠れません。見たら死ぬ系。路地の入り口。一人で歩いてる女性。
この階に近づくとザクザクという音が聞こえてくるらしいです。その音は人の刃物、体に刃物を突き刺す音で、驚いて声を出したり物音を立てると、向こうに気づかれて襲われてしまうんです。この時怪異は背を向けたまま私の顔を見たというのですが、こちらが何を言っても問答無用で刺し殺すのだと聞きました。これもやったよね。なんだっけ名前は。顔ぐちゃぐちゃだっけ、違うんだっけ。あ、そうだよね。何さんでしたっけね、名前は。崩れ女か。これだったかな。夜間、道、路地の入り口、女性、顔がぐちゃぐちゃ。長い黒髪、赤いコート、あ、持ち物、包丁。私の顔見た、問答無用で、ターゲットを刺し殺す。はい。それ以外、これは崩れ女だと思いますけどね。よし。この子はメイコちゃん。奇妙な笑い声を上げる怪でした。命からがら逃げてきたんです。昨日の午後2時ごろ、田舎。自分です。聞きかじりな一時的な対処法を知っていたので、窓を閉めてお札を貼って四隅に塩を置いた部屋にいます。お守りも持ってます。前回は、これん時は、なんか親戚の子供がとかそういう話じゃなかったっけ？若い女性の姿。背が高い。声は？はいはいはい。八尺様ですね、これは。朝方からおまがとっき、田舎、背が高い、白いワンピース、ボボボポポポ、帽子かぶってる、はい、かぶってる、未成年、そうですね、ターゲットと親しい人物の声を真似しておびき出そうとする。はい。このターゲットと親しい人物の声を真似しておびき出そうとするってのはないけど、まだおびき出されようとしてないだけなのかな。八尺様でしょう。
よし。ツインテールの女の子。コッペちゃん。女の子、小学生。何度も電話をかけてくる。今どこにいるか教えてくる。あー、メリーさん。このゲームやるとほんとね、そういう都市伝説系に詳しくなっちゃいそうだね。あれ？メリーさんだっけ？あれ？違う？メリーさんの電話か。時間は今日の午後5時頃からです。どこで？家にいたら電話がかかってきました。狙われたのは私だと思います。家族はまだ帰ってきてない。それで声は？若い女性の声でした。あれ？ん？若い女性？無機物の怪、幼い少女のような声をしてる。若い女性ってのはちょっと違うんじゃないか？いたずらじゃないですかね。私、メリーさんと名乗るんです。もっと詳しく聞きたいんだけどな。まあでも声が違うね。少女ではない。メリーさんの電話。価値の悪いいたずら電話ですね。続けましょう。もしもし、セクシーな女性、レイジュさん、20代の女性。霊が取り付いたぬいぐるみとかくれんぼができる儀式で今度試すことになったんです。午前3時から5時の間、家の中。儀式の手順は？儀式の時間が来るまでに準備をします。まず名前を付けたぬいぐるみの中身を全部取り出して、代わりに米と自分の爪を入れて縫い合わせます。次に隠れ場所を決めてコップに入れた塩水を置いたら、儀式の時間になるまで待つんです。時間が来たらまずぬいぐるみに、最初の鬼は私だからと3回唱えます。風呂場に行って水を張った桶にぬいぐるみを入れたら、家中の照明を消して回ります。
テレビをつけて目を閉じて10秒数えた後、包丁を持ってぬいぐるみの元へ行きます。ぬいぐるみの名前に見つけたと言ってぬいぐるみを刺し、今度は、自分が鬼と言ってコップを置いた場所に隠れます。コップの塩水を口に含んだ状態でしばらく待つと奇妙な物音がしたり、いろんな怪奇現象が起こるらしいです。かくれんぼを終わるときは隠れ場所から出て、ぬいぐるみを探します。置いたはずの場所にいないこともあるとか、コップと口の中に残った塩水をぬいぐるみにかけて私の勝ちと3回唱えたら終わりです。使うのはぬいぐるみ、米、自分の爪、コップ、塩水、包丁です。これはちょっと待って、なんて名前だっけ。一人かくれんぼか。時間は合ってる。家の中、名前をつけてぬいぐるみ、最初の鬼は私だからと3回言う。風呂場に行き照明を消す。テレビをつけ目をつむって10秒数える。ちょっと待って、3回唱える。私の勝ちと3回言うってことか。使用したぬいぐるみは焼却する。この辺の話はしてないね。これでいいのかな？なんか不安ですね、ちょっとね。あ、使ったぬいぐるみは燃やして処分。よし、じゃあこれはもう回避ですね。はい、もう一人やっておしまいにしようかな。小向井さんね。私は綺麗かと尋ねる会でこの間出会ってしまったんです。これは口裂け女？午後2時頃。道。私。女性。背が低くて顔の半分がケロイド状。あ、じゃあ口裂け女とは違いますね。顔を隠してました。私が把握している限りは特にない。何も持ってない。なんだろう。
私綺麗と聞かれたので、はいと答えたのですが、今度は素顔を見せて、これでもと聞いてきたんです。とっさにその場から逃げたのですが、効果はなく、今も付きまとわれてるんです。それ普通の人間と違いますか？私綺麗これでも、女性、これじゃあちょっと絞れないか。決まり文句、私綺麗、問いかけ、固有の言葉、私綺麗、ちょっと口先女調べてみるか。時間は大曲がった時だからもう違う。道は合ってる。女性、背が高、背が低いんだもんな。長い黒髪は合ってる。服装は覚えてない。大きなマスクは特にない。持ち物は何も持ってない。私綺麗、これでも。ここは一緒なんだよね。今も付きまとわれてる。これは、該当なしじゃないか。あれ、なんかちょっと違う気がしてきた。該当なし言えないのか。最も一致してた。あ、ダメ？あ、ごめん。すいません。なんか違った？ごめんね。だあいつよ。二度とかけてくんじゃねえ。帰ろ。いらっしゃい、みさこちゃん。今日もよろしくね。だいぶ慣れてきたみたいね。1日目と2日目の復習よ。はい、というわけで続きやってまいりましょう。もしもし、この電話で簡易の相談ができるって聞いたんですけど。コーセー、チャーリー・コーセー。パタパタ、お、聞いたことないのが出てきましたね、やっと。パタパタ、パタ、パタパタ。腕を使って移動する。下半身が欠損した。まあ、じゃあテケテケみたいな感じだね。
下半身欠損してる。移動する際にパタパタと音がする。なるほど。鎌とハサミを持ってる。捕まえたターゲットの下半身を切断し、自分の仲間にする。殺すわけじゃないんだね。それ以外、ないんだ。特徴が。持ち物は。鎌とハサミを持ってるそうです。鎌とハサミで下半身、上半身の下半身はね、切断するの大変そうですけどね。他に特徴はないのかな。ターゲットは不満。一応時間、出没場所なんかも確認しておこうか。いつ現れるかわからない。どこに現れるかもわからない。見た目は、年齢も性別もわからない。しかし体は下半身がない。合ってるね。移動するときにパタパタという音を立てる。捕まえた相手を自分の仲間にすると聞きました。そうだね。合ってるね。これは怪異だね。お姉さんの言う通り。はい、次行きましょう。6時から仕事始めて、もう7分にはもう一人目終わっちゃったね。慣れてきたもんですわ。もしもし、この電話で簡易な相談ができるって聞いたんだけど、ですけど。愛の。40代の女性。怪人9。お、これもね、出てきそうで出なかった、怪異ですね。怪人9。なんか、江戸川乱歩みたいな感じだですね。電人 M とかね。子供を狙うマントの怪人。大間が時から明け方。道、男性、黒いマント、黒いシルクハット、黒い仮面。いつ？午後9時頃。合ってるね。道です。いえ、交差点ではなく曲がり角もないまっすぐな道。ターゲットは、親戚の小学生。男性のような背格好。黒いマントをしてました。黒いシルクハットに黒い仮面をつけていました。もう合ってる。持ち物は？ナイフ持ってた。で、ターゲットは子供。このターゲットの前方から姿を見せず、足音を響かせて近づいてくる。目の前まで来ると姿を現し、低くかすれた声で次のように問いかける。決まり文句。何々と何々と何々、どれが欲しい？ターゲットの欲しいものを3つあげる。類似怪異の四つ字の黒マントと異なり、欲しいものを正確に言い当てることができる。欲しいものを3つあげてどれが欲しいと聞いてきたらしいです。無我夢中で走って逃げたらなんとか助かることができたんです。欲しいものを答えるとナイフで刺され、拒否するとあの世へ連れて行かれる。欲しいものを答える子供は強欲だとして嫌い、いらないと答える子供は謙虚だと気に入るため連れ帰る。対処法は走って逃げ去ること。であれば怪異だね。よし。
はい、次。姫カットの女性。この女性自体初めてだな、今回。もしもし？簡易の判定をしてくれるんですよね。困ってるんです。お願いします。姫川さん。ほう。20代の女性。いいね。名前はわからん。話を聞いた人の元に現れる会議です。私、その話を聞いてしまって。なるほど。何時に来るかわからない。部屋の中に現れる。話を聞いた人の元に必ず現れる。この会議は話を聞いた人物のもとへ1ヶ月以内に現れます。その時何度もごめんなさいと言えば会議は去っていきますが、そうしないと逸話の通りになって死んでしまうそうです。少女の姿をしている。見た目に関してほぼわからない。持ち物は何も持ってない。私が聞いたのはこんな話です。ある日、ある少女は本屋で何も書かれていない白い本を見つけます。買わない方がいいという店員の言葉を押し切って購入したその日の夜、少女はふと目を覚まします。そこには白い頭巾をかぶった誰かが立っていました。少女はだんだんと気が遠くなっていきます。翌朝、少女の家族が発見したのは首を失った彼女の死体でした。首欠損ですかね、じゃあ。あれでもそっか、特徴ないんだっけ。話しかけてこない。白い本、白い頭巾、首。まず見た目で、少女。特徴があるってわけじゃないのか。少女であるってこととかね、わかるだけで。見た目で判断できないか。決まり文句があるわけでもない。対処法はごめんなさい。出現場所。部屋の中。まあでもな、部屋の中っつっても結構多そうだからな。屋内。屋内。白い頭巾の女の子、これか。白い頭巾の女の子。話を聞いた人の元に現れる怪異。ある日、ある少女は本屋で何も書かれてない白い本を見つける。買わない方がいいと。無理を言って本を買ったその日の夜、少女がふと目を覚ますと、部屋の中に白い頭巾をかぶった女の子が立っていた。彼女を見ているうちに少女は気が遠くなってしまう。翌朝、少女の家族が発見したのは首を失った彼女の死体だった。合ってんのかな？合ってるみたいだな。その他は？
これは回です。ですね。白い頭巾の女の子。さあどうか。よし。今日は仕事始めてから30分で3人対応しちゃったね。ガンガン行きましょう。もしもし、キテレツ相談ダイヤルですか？と。ディースケさん。男で高校生。ババサレ。これ初めてや。ババサレ。どんなんでしょう、ババサレ。ババアサレという対抗呪文から名付けられた話を聞いた人の元に現れる怪異。ドアの向こうに老婆が現れ、ノックする。この時ババサレと3回唱えてから、開かなければ鎌で首を切断されてしまう。夜間。まずはじゃあ、いつですか。夜のうち何時に来るか決まってません。こちらが寝ているかどうかも関係ないそうです。家の前に来るんです。うん。ターゲットは？話を聞いた人。必ず現れる。見た目。老婆の姿をしているらしい。聞いた話の通り行動する怪異です。対処法も語られているので、その通りにすれば助かると思います。だったら別に相談しなくてもいいんじゃないですか。持ち物は？鎌を持っているそうです。ドアをノックして、呪文を唱えずに開けた相手を襲うんだそうです。助かるためには、ババサレと一回唱えてから、あ、違うね。対処法が間違えている。これは、怪異じゃない。対処法。僕の元に来ることはないんですね。それはどうかわかんない。君の対処方法がね、間違えてるだけで、ババアは来るかもしれませんよ。あ、そっか、すいません。またやっちまったね。顔を見ないで会話。でも気の弱そうな青年だったのにね、言うよね。よくそんなこと言えるな。気弱そうな男。ケイグチ。男で20代。怪異の名前はわからない。カシマがどうとかいう怪異らしくて、この間襲われたんです。なんとか助かりましたけど。カシマ系はね、種類が何種類かいるからね。午後11時。部屋の中、君がだよね。はい。女性の姿をしていた。眼球がない。全身が長い黒髪で覆われていた。服装かは、どんな服装かは覚えてない。僕が把握している限りは特にありません。持ち物は？何も持ってない。
目をくれと言われました。目をくれ。眼球が欠損してるんだね。で、鹿島系。目、眼球がない。鹿島レイコ、これか。夜間部屋の中、女性、眼球がない。全身を覆うほど長い黒髪。持ち物はない。小学生、中学生、男性。男性か。であれば、まあ、20代も含まれるのかな。眠っているターゲットの枕元に立ち、何かを、擦るような音。目を覚ましたターゲットに対して次の言葉を口にする。目をくれ。単刀直入ですね。肯定すると、その目で目をくり抜かれ、否定すると息を荒くし、呪いの言葉を吐き捨てて去っていく。この辺の話とかどうなんだろう。物音がしたので目を覚ますと、その怪異が僕の枕元に立っていて、ある要求をしました。それに対し、否定の言葉を返すと、呪いの言葉を吐き捨てて去っていきました。はい、これは鹿島レイコですね。よっしゃ、はい、じゃあ帰りましょう。今日はなかなか高得点だったんじゃないですか。750点。でもね、顔を見ずに会話がちょっと残念だったね。この専門家が対応中って、この専門家っていうのがひょっとしたら星影の館殺人事件の主人公なのかもしれないね。はい、今日も同じであったと。ちなみに設定なんですけど、時間の進む速さ、超遅いじゃなくて遅いに変えようかな。あ、変更はできないんだね。スタートするときに変更しなきゃいけないの。この辺をね、ちょっと難しくすると、おそらく、点数に加算されるんでしょうね。ドットフォントオフにできるの？ちょっと読みづらいんだよな。このゲーム別にさ、レトロ風味にする必要ないよね。うん。この方が字が読みやすい。氷さんね、見たことありますね。
会員の名前は赤いハンカチ、青いハンカチ。赤いハンカチ、青いハンカチ。色違いの何かをどちらが欲しいかと問いかける会。午後8時ごろ。そんな夜遅く学校のトイレにいたんだ。怖いよね。ターゲットは不問。あらまあ、すいません。特にない。声は？どんな声か覚えてない。決まり文句。赤いハンカチと青いハンカチどちらが欲しい？赤と答えると体を裂かれて血濡れにされ、青と答えると全身の血を抜かれていずれも死亡。いらないと答えてもしつこく尋ねてくる。めんどくさいですね。言われたこと。赤いハンカチと青いハンカチどちらが欲しいと聞かれました。これに対して何も答えなかったので助かったんだと思います。それだけか。まあ条件的には合ってんのかな。はい、じゃあ貝です。よっしゃ。まあでももう助かってるわけだからね、大丈夫ですよ。あなたの名前は？白滝さん。いたね、白滝さんも。紫の亀。紫の亀。二十歳の誕生日を迎えるまでに忘れなければ不幸になる。呪いの言葉。二十歳の誕生日までに忘れなければならないという条件と合わせて知ることで呪いがかかる。あ、そんだけ。特定の年齢の誕生日を迎えるまでに忘れないと不幸になる呪いの言葉なんです。この間親戚の子供が聞いてしまって。どうしたらいいですか？助けてください。18歳までに忘れないといけない。あ、じゃあ違いますね。はい、じゃない。理由は特質。なんだ、よかった。じゃあ誕生日が来ても安心ですね。大丈夫です。もしもし、会員のことで相談したいんですけど。ヒゲの中年男性。アイカップさん。アイカップさん来ましたね。本名だからね、アイカップさん。父がアイカップってわけじゃないからね。首狩り貴族。あ、いたね。はい。森の館に住む会です。なんとか逃げられましたが、恐ろしくて夜も眠れません。なんかそういうの信じてなさそうな顔してるけどね。首狩り貴族。出没時間。午後4時頃。愛媛県にある森です。私ですと。
男性の姿をしていました。背が高くて、頭部が欠損していました。服装は西洋貴族の服を着ていました。あ、前これ女性だったんだよね。西洋貴族の格好してるのに日本刀持ってんだ。館に近づこうとした時襲われたので、どんな外見の館なのかは分からなかったんですけど、それもよく分かんないんだよね。バラの香りが漂ってきたので庭園があるんじゃないかと思います。日本刀と生首を持っていました。生きた女性の生首を抱えており、時折会話するような仕草を見ている。自分の首じゃなかったんだね。そっか。バラが、バラが咲いている。そうですね。対処方法とか書いてないね。はいですね。よし。仕事始めてからまだ20分しか経ってない。続けましょう。おかっぱ頭の男性、カムイさん。そうね、カムイさん。もうこのゲームやり込んでくると、この顔見た瞬間にね、名前が出てきちゃうかもわかんないね。わかんない。複雑な道順を進む道の、こちら夢の回です。この話を聞くと同じ夢を見るんですけど、俺聞いてしまって、道を間違えると 目が覚めなくなるんです。夢を見る前に何とかしてと。その日のうち、昔は会議の名前を逆から読むことで夢を回避できたみたいなんですけど、今は唱えても効果がないらしいです。へぇー。他に何かわかんないのかな。これを聞くと同じ夢を見ることになるんです。夢はとある駅から始まります。そばにいる黒猫についてついていくと、2つの分かれ道にたどり着きます。右の道を行ってしばらくすると寺が見えるので、扉を右手で開けて2つ目の扉を左手で開けます。中に置かれた2つの巻物のうち、右のものを取って来た道を戻ります。間違えずに駅まで戻れば夢から覚めることができるんです。そんな難しくないような気がするけど。夢の中。特に誰かが出てくるってわけじゃないんだよね。
度弓は鹿島さんに転んだら死んでしまう村、猿夢、死神ババア、宗品花子、宗文勢、田中くんバリバリ。該当なしか。宗品花子、宗文勢。ちょっと名前から想像つかないんで。宗文勢。お、これか。次の話を聞くと、その日に同じ夢を見ることになる。夢はある駅から始まる。駅前にいる黒猫についていくと、二つの分かれ道にたどり着く。右の道を行ってしばらくすると、寺が見えてくる。寺の扉を右手で開け、二つ目の扉を左手で開ける。部屋に置かれた二つの巻物のうち、右のものを持っていく。その後は来た道を戻り、各地点で来た時と同じ動作をする。それは言ってなかったような気がするけど。一つでも間違えると夢から出られなくなる。間違えずに駅まで戻れば、だからまあ同じことか。対処方法は、夢から覚めるためには宗文勢を逆から3回唱え。全部嘘。なるほど。この言葉の謎を解かなければならないとされていた。逆さ読みでその正体を表す。作り物の怪異であったが、この話を信じた人々の念によって、いつしか本物の怪異となった。なんかありそうだね、ゲームとかでね。現在では呪文を唱えても夢から覚めることができなくなっている。はい。これは宗文勢ですね。怪異ですね。4人対応して、次でおしまいか。仕事に来て、まだ1時間も経過してない。ちなみに、現在の、判明しているリストを確認してみましょう。まだまだですね。もしもし、大変です。出たんです。あ、土の子ね。はい。これで私、木満長者だ。植物が。パンケーキとかね、可愛らしい名前つけてるくせにね。いつ？ついさっき。山です。そりゃもう土の子の見た目をしていたとしか言いようがありません。頭と胴の間にくびれがあって、尾は短かった。体を平たくして2メートルくらい跳ねました。もう土の子じゃねそれ。見たことを教えてくれって言ったんだけど。偶然見つけたんです。最初は見間違いだと思いましたが、どう見ても本物でした。偶然発見。それは土の子でいいんじゃないですか。待てよ、声がネズミみたいな鳴き声。じゃあ土の子やね。
頑張って。一応なんか話しとかないと感じの悪い人だと思われるとあれなんで、一応ね、まあもう以前聞いてますからね、こけし村もやばい話だったよね。はい、帰宅しましょう。770点。うん、まあ、無関係な質問もね、3回ぐらいで済んでますからね。セーブしましょう。はい。じゃあ今日はこれで終わりにしようかな。まあ、リストを埋めるまでね、なるべくやっていきたいんだけど、結構被ったりするからね、いつ埋まるのかわかりませんけども、まあ、なるべくこのゲームプレイするときはね、録画しながらプレイしたいと思いますんで、こういうの好きな人はね、また、楽しみにしていただければと思います。じゃあ次の動画でまた会いましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。さよなら。